ジェームス・ホープレヒトは、ドイツの都市計画家。首都ベルリンの都市計画を進めた人物である、メーメル出身。水道の技術者として、ベルリンをはじめ、カイロ、モスクワなど、各地の水道事業に携わった。ビスマルクの地偶を得て、オーベルリン環状計画を立案し、当時人口が急増していたベルリンに、幸福陰道路網、鉄道を計画した。 現在のベルリンの骨格は、ホープレヒトの計画によるもので、ベルリン都市計画の父と呼ばれる。日本の官庁集中計画にも関与しており、1887年に訪日した。1902年、ベルリンにて没。ホープレヒトは、豪能で、地主の父ルドルフと、母イザベラで、メーメルで生まれた。兄弟の長兄が、アーサー・ホープレヒト。 1834年に父親はオコンアムールットに任命され、家族はケーニヒスベルクへ移住。1841年、学校教育を終測量士として指導訓練を受け、1844年までに習得、1845年に測量士を取得。1847年までは東プロイセンにおけるケルン民伝鉄道などに従事し、 その後各地の高地整理事業に従事していた。1853年以降、4つ上のアンリエット・ウルフとの結婚から3人の息子と4人の娘が生まれた。1858年、農業の後に土木訓練を経て、水利、道路、鉄道ビルダーの資格試験を受験し、合格。同じ年に、ベルリン政府の建設技術職採用で警察に入庁し、 ロイヤルポリスとなる。1859年からベルリン周辺の開発計画策定委員会長に就任。B プラン策定を前任から引き継ぐ。1860年に視察旅行。ハンブルク、パリ、そして後にロンドンやその他の英語圏の都市を渡り、近代的な下水、排水システムのプロジェクトの開発の最新の状態について習得に努めた。 1862年にベルリンのゾーニングや交通構造の基礎を形成する都市計画を策定し認可を受ける。1962年策定のいわゆるホープレヒト計画はラインベルリンとシャルロッテンブルクの都市部だけでなく周辺地域のリング及び放射状道路網にまで取り込んでいた。1862年から1年前に 都市計画局長に任命されていたシュチェチン氏に移転。とりわけここでは飲料水のネットワークを構築し、1870年から運用された下水道システムを構成していった。1868年にベルリンに戻り、ベルリン大下水道計画実施計画策定の指揮を取る。ベルリンの市長だった兄のアーサー・ジョンソン・ホープレヒトの支援を受け、 1869年にイッシュルドルフ・ウィルヒョウがその計画の実施にあった12の地区になるベルリンの下水道放射状システムを委託。1872年、市の参事会がホープレヒトの計画案実現を受け継ぎ、12の各領域では独立した地下水路や排水コレクターがあり、それぞれへの暴露したポンプステーションがつながった。そこからは、 外部への水圧力ラインを経由し市内の下水や雨水が新たにベルリンの下水ポンプにより排水された。ベルリン市内に放射状のスキームを完成させこれは当時世界で最も近代的な排水設備であった。1873年から1893年までにシュチチンやベルリンに加えてポツダムなど約30ものドイツ都市だけでなくモスクワ、東京、 回路で下水システム構築に携わる。ありがとうございます。